ルキウスリキニウスルクルスは、共和制ローマの政治家、軍人、スッラの支援者で、小アジア国会沿岸を征服した。表記揺れで、ルクルスとも。父は、同盟のルキウスリキニウスルクンルス、母カエキリアは、クイントゥスカエキリウスメテルスヌミディクスの姉妹で、ヌミディクスの老いにあたる。同盟の祖父ルキウスは、執政官を務めた。 クイントスカエキリウスメテルスピウスとスッラの妻、カエキリアは、いとこにあたる。母方、カエキリウスメテルス家の家系紀元前118年、ローマに生まれる。はじめ、スッラの下で、同盟史戦争に参加し、紀元前88年のスッラのローマ進軍を支持するただ一人のクアイストリであった。紀元前十九年に、 兄弟のマルクス・テレンティウス・ワルドル・クルスと共に、アエディリスになり、豪華な競技会を提供した。紀元前74年に、失政官になり、ポントス王ミトリダテス6世との、第三次、ミトリダテス戦争に赴いた。紀元前72年に、カビラの戦いで、ミトリダテス6世を破り、ミトリダテス6世をアルメニアへの逃亡に追い込んだ。また、 ミトリダティス6世をかくまったアルメニア王ティグラネス2世とも戦い、紀元前69年にはティグラノセルタの戦いで決定的な勝利を得て、さらに紀元前68年にはアルタクサタの戦いでもこれを破った。しかし、アジアでローマ軍の維持を略奪に頼り、兵士に対して突き放した態度を取ったため、 不満を持った兵士たちと彼らと組んだプブリウス・クロディウス、プルケルの活動によって、彼の名声は落ち、軍内での権威も徐々に衰え、一時は外戦式を挙げることすら危ぶまれた。結果、軍の指揮権はグナエウス・ポンペイウスにすげ替えられ、ポンペイウスによって戦争は続行された。紀元前63年、プロコンスルとしてやっと外戦式が認められた。戦後引退し、 引退後は豪勢な生活を送った。彼は、共和制末期で、公立図書館の考えに興味を示した、おそらくただ一人のローマ人である。1563年に、オランダで描かれた悪名高い著名な金持ちたち、シリーズから。左から二番目が裕福で大ぐらいのローマの政務官、ルクルス引退後のルクルスは、共和制時代随一と言われた豪邸を各所に建て、 中近東から持ち帰った膨大な美術品や書物を並べた。引退後の彼の暮らしの贅沢さは有名で、プルタルコスのルクルス伝によれば、東芽をまとったクセルクセスと呼ばれた。また、ルクルスはヨーロッパでは食通の代名詞とされる。現在でも豪華な食事をルクルス式という。ルクルスは良質な材料を確保するため、海水を引いた池で魚を育て、 鳥や牛を飼育し、野菜や果物やチーズを自家の農園で作らせた。また、食事をとる部屋の装飾、食事中の音楽や詩文、交わされる会は、これらにふさわしい客の選別などにこだわったと言われる。ある時、ルクルスが一人で食事をすると言った。従者が今日は一人だから、いつもより簡単な食事で良いだろうと判断し、今日したところ、ルクルスは、今日は、 ルクルスが、ルクルスと一緒に食事することを知らないかと言って、叱ったという逸話もある。常日頃、ルクルスの美食の噂を聞いていた哲学者のキケロとポンペイウスは、おそらく豪奢な食事は会食用で、一人の時は、質素に違いないと思っていた。街中でルクルスを見かけた二人は彼に急な訪問を、申し出たが、豪華な食事を用意させては、申し訳ないと、これからお尋ねしたいが、 特別な用意はいらない。食事はあなたがいつも食べているもので構わないと釘を刺した。彼らはルクルスが自分たちに気を使って召使いに来客用の食事を指示しないように召使いに大し口を聞かせなかったがルクルスの食事を取る部屋だけは指示させてほしいという願いだけは聞き入れた。従者はルクルスより今日は アポロンの部屋で食事するとだけ申し渡され、屋敷に急いだ。これにもかかわらず三人がルクルスの屋敷に着くと、次々に豪華な料理が運ばれてきて、二人は目を丸くし通しだった。実は今日はアポロンの部屋で食事するワイン語であり、ルクルス家では食事を取る部屋によって、食事の費用や内容は決まっていたのであり、このために飯使いは、 部屋の指定だけでどんな食事を用意すべきかを悟ったのである。アポロンの部屋は最も豪華な食事をする部屋で、庶民の年収が5000ドラクマの時代に、この部屋での食事は1回5万ドラクマであったという。また、食用のサクランボとアンズをアジアよりヨーロッパにもたらしたのも彼である。ビミキューシンドットコム、ルクルス。ありがとうございます。